ヤニス、KD に一発かましてやるよ。あんたは優勝するためにいろんなスーパーチームに行ってるよね。いつか一緒に練習しようぜ。そうしたら自分のチームを優勝に導く方法を教えてやれるからさ。という感じで、ヤニス・アデトクンポがケビン・デュラントを同性論で挑発だ。確かに KD は、ステフィン・カリーいるウォーリアーズ、カイリー・アービングとネッツ、そして今回クリス・ポールやデビン・ブッカーがいるフェニックス・サンズに加わった、いずれもスーパーチーム。ネッツで優勝してたら、まだわかんなかったけど、さすがに今回のサンズはやばいしね。でもってヤニスは、自分が大エースとして、バックスを一回優勝に導いてるから、これは説得力ある言葉だよね。ヤニスファン、KD ファン、これについてどう思う？まあバラエティでの発言だから盛り上げるためだけど、俺はめちゃめちゃ熱いから、ファイナルでぜひ、関西バックス期待したい。